ジョン・モーガン・エバンズはアメリカ合衆国の政治家。所属政党は民主党を。20世紀前半、モンタナ州選出のアメリカ合衆国会議員として通算休憩の任期を務めた。1863年1月7日、エバンズはミズーリ州ペティソ軍の軍とセデリアで生まれた。ニューヨーク州ウェストポイントの陸軍士官学校に進学した後、地元に戻り、 水売り大学を卒業した。法律を学び、モンタナ州水浦で、弁護士を開業した後、警察裁判所の判事、合衆国土地局の党機関、モンタナ州、水浦市長などの公職を歴任した。1912年、民主党員として、モンタナ州全州選挙区から、アメリカ合衆国会議員に出馬し、当選を果たした。九百十八年の選挙から、 全州選挙区が廃止され、西部の第一選挙区と東部の第二選挙区が設置された。以後、エバンズは、水浦が含まれる第一選挙区から出馬を決めた。5期目を目指した1920年選挙では、共和党のワシントン J マコーミックに敗れて落選したが、1922年選挙で議席を回復した。その後、5期の任期を務めたが、 1932年選挙で、党からの指名を受けられず、政界を引退した。1946年3月12日、ワシントン DC で亡くなった。ありがとうございます。